キバナツノゴマは、騎士植物の種であり、英名は、デビルズ・クロウ、ユニコーン・プラント、マーティニア、プロバーシス・フラワー、アンドラム、エス・ホーンと呼ばれている。それは、砂漠地域などの乾燥した条件で育つ。本種は、南アメリカに自生しているが、アメリカ・カリフォルニア州のセントラルバレーを含む世界の、様々な半乾燥地域で外来種として、定着している。 キバナツノゴマは不快な香りを持つ。表面の大部分にわたって短い線毛を生成し、粘着性の分泌物で覆っている。昆虫はその分泌物に捕らえられて死滅するが、キバナツノゴマは消化酵素を持っていないため、昆虫から栄養素を吸収しない。キバナツノゴマは原始の食虫植物であると考えられる。デビルズ・クロウの名は二つの爪を持つ。 鞘の形状に由来する。鞘についている鋭い爪は、大型動物にひっつくことにより、種を散布する方法として機能している。キバナツノゴマは、華やかな花と好奇心を引く鞘をつけることから、観賞用として栽培されている。若い果実は、ピクルスにして食べられている。ネイティブアメリカンは、その鞘をカゴ細工に使用する黒の染料の原料や、道具として利用している。 ありがとうございます。